哦，係，俾觀眾問問題啦。咁而家個時間啦，咁但係咧，我哋有個條件嘅噃。嗱，每一個問問題嘅人咧，問完之後咧，翻去你要揾10個朋友嚟買飛睇戲嚇，唔該。まあ、これから皆さんに質問してもらうんですけれども、ただし一つ条件があります。これはどういう条件かと言いますと、質問する人はですね、質問した後に映画見て帰って、で、10人の友達をチケット買って映画館に連れ戻してくださいって、それやらない人は質問しないでくださいそれでは、ね、質問のある方、挙手をお願いしまさす。っきの文が古いしたのね。はじめまして。私の名前はロー・コクリーと申します。マレーシア生まれ育ちで、ずっとマレーシア子供の時に、暮らしていました。マレーシアとは、20%くらいの中華系の移民がいます。私は、どっちかというと移民4世で、曽祖父の代から我々の家族はマレーシアに移民に行きました。私と父の世代は、みんなマレーシア生まれ育ちで、もうずっとマレーシアで生活してはいますけど、今までの作品でもやはり、移民とか成長物語に関していろいろ自分なりに考えていました。ただ決してマレーシアの中華圏の人は全て移民ではないので、あくまでも個人的にすごくこのテーマに興味を持っています。さらに、18歳、自分は香港へ留学に行きまして、その時は別に香港には自分の親戚がいないし、完全に留学のために香港に行きました。あの時は商学部で勉強して、卒業してから、香港に残るつもりもなかったんですが、その後、大学中に映画に興味を持ち始め、そこで映画の勉強をして、映画業界にも行きました。移民は私の作品にはすごく影響が大きいだと改めて感じましたし、なぜかというと、私、マレーシア出身の中華圏です、人ではありますけど、香港では、広東語が喋らないとなかなか香港の世界に入らないので、まず広東語の勉強を始めました。で、周りの、友達とか同級生たちも、みんな、ドキュメンタリー映画を中心に作っていて、非常にローカルの作品が作ってはいます。私もその辺すごく興味を持っていまして、同じことをやり始めたらちょっと違うなと、やっぱり自分が香港生まれ育ちではないので、なかなかこの世界に入れないなと思いました。やっぱり自分が興味を持っているものに集中したいと、あの時を決めました。最初も短編を撮った時、アイデンティティという切り口で作品を作りまして、できるだけその時、香港人の視点で描きたかったんですけど、やっぱり自分が撮り始めて、撮りながら自分が香港人ではないっていうところを気づいていて、なかなかその辺の、作品の世界に入れませんでした。かなりとても難しかった経験でした。で、そこでやっぱり2作目から香港ではなくて、パキスタンの移民を選んで、作品を作り始めました。この経験はものすごく、今の現在にもつながっています。すごくやっぱり自分が共感しやすいストーリーでやりやすかったので、いわゆるその異教人の視点で香港の物語を描くということです。今回の、白日青春、生きてこそという作品も、主人公、チャン・ハクヤは、アンソニー・ウォンさんを演じた主人公なんですけど、香港人に見えますが、実際、背景としては、大陸から逃げてきて、なかなか複雑な気持ちで香港で生きている主人公なので、私の、義理の父もそういった背景があるから、もう今回もぜひこの辺のエピソードも作品に入れたいので、つまり本当に自分の経験は、映画制作、自分が作りたい作品に大きく影響を与えたと思います。
そうですね。香港に対する印象に関して、今回私2つの切り口でお話しできればと思います。まずちょっとミクロ的な話、つまり自分の経験から見た香港に関してちょっといろいろお話したいと思いますが、まず留学に来て、大学は商学部なので、その学部はいわゆるほとんどはザ・香港人の集まりで、みんないろんな方々と交流してて、私が感じたのはやはり香港の方々はもう基本、すごくリアルっていうか、目の前のことに集中して、ある意味、かなり個人主義っていう感じでした。家族よりもやっぱり自分を最優先を考えた方々が多かったです。あんまり社会問題も考えないだという印象でしたね。で、あの時2008年の時でして、ちょうど北京オリンピックっていう時期ではありますけど、全般的に全世界がいろいろ激動の時代と言ってもいいと思いますが、だから私個人的にはなかなか当時の香港社会には入れなかった気持ちでした。やはり自分はいろいろ考えていくタイプなので、こういった個人主義に対してちょっと最初抵抗感がありましたが、どんどん住んでみると、やはり香港は非常に暮らしやすい街だと思います。たとえその主流の価値観と合わなくても普通に生活できますし、もちろんあったらさらに暮らしやすいと思いますが、その後大学卒業して映画業界に入って、私が主にやっぱりインディーズ映画の人々が集まっている場にいます。その辺は本当に個性的で、いわゆる非主流的な人が集まっています。あの人たちは非常に、香港っていう街、そして香港の裏にも興味を持っている人々で、常に哲学的に香港を分析して、自分たちが考えた香港の理想像をどうやって導いていくのかを、毎日考えている。ものすごく自信で、香港っていう街に対して誇りを持って、熱くて、毎日自分たちで香港を変えたいという気持ちでした。これはやっぱりマレーシア出身の私にとってはなかなか感じられない世界でした。マレーシアではやっぱり人種も宗教もだいぶ違うので、みんなそれぞれの目標も全然違いますし、目標と目標のでもやっぱり衝突の可能性があるので、だからそんな考え方は香港に来るまでは全然なかったですね。で、2つの面、切り口っていうのはちょっとマクロ的な切り口で、香港っていう印象をもう少しお話しできればと思います。それはやっぱり長く香港住んでみると、やっぱり香港っていう街、結局、ある意味主導権がないっていう街とも思います。本当にこの10年間、その若い仲間たちと一緒に、いてて、若い人々が、ものすごく自信やから、どんどん無力になっていくっていうことも、隣にで見ているので、ある意味非常に良い成長経験だと思います。私も香港の人も、ある意味いい旅をしたんじゃないかなと思うので、今後香港という街どうなってるのかも、私個人的にはすごく興味を持っています。そうですね。大学の時、これから香港に残るか、そしてそれとも帰るか、私常にいろいろ考えました。ある意味同じくマレーシアの同世代と友達も、結局、もっと大きな大都市に行くかどうかも常に考えています。なので、これに関して、移民っていう、テーマに常につながっているんじゃないかなと思いますけど、その難民っていうテーマと接した時は、さらにこの気持ちはより強くなりました。香港に来る難民って、結局、法律上は必ずどこかに行かないといけないというルールがあるので、しかし自分が行きたい国に行ける人は本当に、ごくわずかっていうか、本当に少ないので、ほとんどの人は結局元の国に変えられた運命が待っているという状況でして、
しかし、なんていうか、彼らはやっぱり香港に住む時間は私たちとほぼ同じくて、で私たちで、の移民に関して、最初は、おそらく香港好きじゃないかもしれませんが、どんどん時間が経って、香港好きになって、香港の人と結婚して、香港人、そして香港で、今後暮らすということになる人が多かったんですけど、難民は、その辺は全然違いまして、残りたくないし、しかも残れないので、ただこの10年何年が経っていると難民たちの気持ちも変わるのでかなり複雑なことになっていると思います。私も2013-14 あたりから、難民という題材に興味を持ち始めていて、その時別にそれについて何かをフィクションとかドキュメンタリーを作りたいという気持ちがないんですけど、2016年17年NPO で難民関連のボランティアをやり続けてきて、でそこでやっぱり一本ドキュメンタリーを作り始めた。であとまた 2,3 年を経ってやはりちょっとその絵に関してどんどん気持ちが強くなって、2019年白日青春生きていくを書き始めました。脚本は自分が経験したこと、そしていろいろ調べた資料をベースにして、フィクションをしようと考えていました。この本当にこの数年間知り合った難民家族はものすごく多かったんですが、ほとんどの家族は実はすごく普通の家庭でして、決してそういうなんか映画的な波乱万丈な家族ではないんですが、ただやっぱり香港にいる難民、あと難民家族ものすごく多いので、私もいろいろ取材していて、で、今回描いた家族は、普通な家庭ではありますけど、政治被害で香港へ逃げて、で、10年以上香港に残って生活して、やっとその決断の時が来たという、設定をしました。私はやっぱり、移民とはいえ、難民と全然違いますが、ただ私の経験がから見ると、やはりすごく気持ち的に共感できる部分が多かったので、今回すごくやっぱり力を入れて脚本を書きました。サハル・ザマン君を選ぶことに関してまた後でお話ししますが、サハル・ザマンの両親は実は香港の ID カードを持っていまして、そういう移民とは言えますか、難民ではなかったんですね。彼はパキスタンで生まれて、で 4,5 歳に香港に移住して、そこからずっと香港で生活しています。やっぱりその彼を選んだことで作品に対して影響があるのではないかという質問はよく受けていますが、実はあんまりないですね。なぜかというと、やっぱり彼は4,5 歳から香港生活を始めたので、つまり記憶ができてからずっと香港にいるから、その辺の印象をというか、すごく曖昧というか、もはやもうできていないんじゃないかなと思いますが、ただ、彼はやはり周りの友達、パキスタンの友達たちとか、やっぱり母国はパキスタンということで、パキスタンの友達は、やはりパキスタンに帰りたいっていう人も存在するので、ある意味その辺の別離を経験したことがあります。そうですね。最初は別に絶対にパキスタンの人を描きたいっていうことではないんですけど、ただ個人的には宗教的その別離の部分にすごく興味がありますね。なぜかというと、マレーシアはイスラム教っていう、大きな背景もあるので、自分子供の時からずっとやっぱり宗教と関わっているところもあるので、で、宗教は本当に細かい部分をものすごく個人的に面白いなと思っています。で、香港は、インド系、パキスタン系、そして、ネパール系、いろんな、やはり、宗教が、混ざっていて、インド系とか、ネパール系は、やっぱり、ヒンド教がメインっていうことでもあるので、だったら、私、やっぱり、パキスタン
が一番いいじゃないかなと思います。その辺も自分的な、個人的なことも、関わることできますし、共感しやすい部分も多いということです。まあ、あと難民の角度から見ると、今、香港では、東南アジアの方々、そしてアフリカの方々、まあ、中東もたくさんいます。まあ、最終的に、その、パキスタン、を舞台あパキスタンを描きたいっていう決め手はやはりサハル・ザンマ君のキャスティングだと思います。まあ彼はパキスタン出身っていうこともあるので、そしたらやっぱりパキスタンの物語を作りたいと決めました。そうですね、今回香港キヨっていうエリアを中心にいろいろ撮影を展開しました。まあ、ただキヨっていう場所で全部撮影っていうわけではないんです。逆にキヨで撮影するシーンがすごく少なかったです。まあ、なぜ最初キヨっていう場所を選ぶかっていうと、まず私のオフィスはその近くにありますし、またサハル・ザマン君の自宅もその辺にあります。で、さらに遡り登ると、まあ、私たち最初、ロケハンに行った時、移民か難民が住んでいるエリアをたくさん行きました。やっぱり、キヨが一番、この映画の世界観にぴったりだと思っていて、そこでそのキヨを選びました。まあ、そこから1ヶ月以上、キヨで、まあ、たくさんの、オーディションもやって、子供たちと一緒にワークショップもやりました。週に3、4日ぐらいのワークショップやって、お互いにも、オーディションに来た子供たちはみんな友達になりました。その先はずっと器用でしたが、まあ、その後の撮影は本当にバラバラでして、香港の各エリア全部行きましたね。全部3、40箇所ぐらいあります。まあ、ロードムービーだから、いろいろ探して、かなり、その辺苦戦しました。しかも、夜の撮影も多かった。もう全体的に6割以上は夜の撮影で、なかなか大変でした。で、今、ズームの背景を見て、もう、ほら、わかるんですけど、まあ、これは、この、まあ、映画の風景と言ってもいいと思います。この辺のエリアは、もう、ごく普通なエリアではありますけど、まあ、香港の都心から1時間以上、まあ、もしかして1時間半ぐらいかかって運転しないといけないっていうエリアですね。本当にいろんな香港の隅々まで行きました。昔からロードムービーはとても大好きだから、まあ、前作の短編作品もパキスタンで撮った作品なんですが、ウーバーの運転手を主人公にしたので、まあ、今回自然的にタクシーの運転手をしました。まあ、特にそのタクシー運転手に関してものすごく何かを思ってるかっていうとそうでもないんですけど、ただやっぱりそのロードムービーっていうところで、まあ、ある意味個人的な趣味だと思いますが、でもやっぱり今回の作品は脚本を書けば書くほどタクシー運転手の面白さがどんどん感じてきています。タクシー運転手を描くだけではなくて、タクシー自体もその経済的な価値とか、例えばその高く転売できるとか、そういった様々な面を持っているので、こうして主人公のジャン・ハプチャーの人物像をさらに明確、まあ、いろんな要素も増えて、とてもやっぱ面白いなと思いました。アンソニー・オーンに関して、やはり本作見たらわかりますが、ほとんどの役者はプロではないんですね。個人的にやっぱり素人が好きで、まあ、ドキュメンタリーがずっと作り続けてきたっていう関係性もあると思いますが、まあ、しかし、やはり主人公のこのチャン・ハクヤは、プロの役者でないといけないっていうところで、当時はすごく悩みました。そこでプロデューサーといろいろ相談して、プロデューサーからアンソニー・オンさんを勧めしました。今回のプロデューサー、ソイ・チェン監督はもう今も本当に香港で、まあ、活躍していて、2012年ですね、モーターウェイっていう作品がアンソニー・オンさんと一緒に作品を作ってて、そこでいろいろ信頼関係ができていて、で、その後私はアンソニーさんに脚本を送りました。アンソニーさんはすぐ、返事が来てて、アンソニーさんなりのアドバイスも来ました。
アンソニー・オンさん、本当に素晴らしい役者ですね。私の作品の全体像を壊さない前提で、どのような人物で自分が一番、その味が出せるのか、一番演じきれるのかを、についてすごくやっぱりいろいろと、アンソニーさんと私、ディスカッションしまして、最終的にこういうような、いい形になっております。彼は本当に自分の、まあ、脚本の内容とか、演出に関して一切干渉もしないし、今回一緒に作品を作ることが非常に楽しかったし、まあ、彼はマスターっていうよりはアーティストだと思います。そうですね。まず、質問の最後の部分に関してお答えしますが、まあ、最近香港の映画界、特に若手の監督たち、まあ、アイデンティティに関する作品たくさん増えていますね。まあ、今後さらに増えるんじゃないかなと思います。もちろん、切り口は全然違いますし、まあ、例えば去年、東京国際映画祭にも、入選した、離れていてもっていう作品ですが、サーシャ・チョン監督は、いわゆる新移民っていう切り口で、まあ、作品を作ったりはしましたし、私が描いた、物語とは全然違いますけど、やっぱり、アイデンティティっていう、まあ、共通的なテーマがあるので、ある意味、その辺は、まあ、共通しているじゃないかなと思います。本当に今、香港の社会変化が、ものすごく激しくて、香港人とは何かっていう、問題は、より若い人、若い監督たち、そしてベテランの監督たちにも、やっぱり注目されると思います。そして、その業界全体に関して、私個人的に、メジャー映画を撮っている人間ではないので、まあ、全部わかるわけないんではありますけど、まあ、ただ、香港映画界はやはり大きくこの10年間変化していると思います。まあ、一番大きな変化って言えば、まあ、やはり、純香港映画の予算がどんどん少なくなるということですね。で、ベテランの監督、まあ一部、大陸に行って撮影したりはしていますけど、でも、その予算が少なくなるということによって、若手の監督は、まあ低い予算で自分の、作品、まあインディーズ作品を制作できる環境にもなっています。それはすごくやっぱり大きな変化じゃないかなと思います。また、政府の支援に関しても、2000年代以前の、と全然変わりました。2000年代、以前だと、香港映画界は、まあ、完全に、まあ、個人、いわゆる企業の、産業として、政府と、全く関係ないと言ってもいいぐらいの感じではありますけど、ただ、ここ十数年間は、本当に政府は、一気に香港映画産業支援を始めました。そこで、新人監督たちが、まあ、いわゆるその新たな可能性が見えてきて、今の、やっぱり香港、映画、まあ、純香港映画の年間制作本数に関して、まあ、まだ3、40本しかない、まあ、いわゆるその香港映画界、まだ、まあ、低迷期にありますが、まあ、これからどんどん増えるに違いないと思います。また、制作体制にも、いろいろ変わっていると、私が最近いろいろ気づきました。例えば、私のプリンス・エドワードのノリソン監督の新作は、台湾と香港で共同制作で、まあ、彼女は完全に自分のお金で今回の作品を制作したり、また、私の友達の新作も、最近完成しましたが、あれはフルーツ・チャン監督がプロデューサーとして入った作品ですけど、あの作品は完全にクラウドファンディングで集まったお金が、からスタートして、そこからいろいろ投資者を探して最終的に作品も完成しました。まあ、他のいろんな形もたくさんあるので、まあその辺はやはり今後、まあ香港映画界、そして香港映画のグローバル展開にも大きくつながっていると、私は信じています。